皆さんこんにちは、金崎さん博物館さんです、この間のシカゴ編の続きでございます。あの後ね、また車で移動してちょっと三浦半島の某里山へやってまいりました。まあこんな感じですね。かつての里山っていう感じですね。ただまあちょっと里山の風景もちょっと残ってるので、ちょっと探索してみたいと思います。どう、なんかでも何かしらいる？貝、まあアマガエルとかいるんだろうけどね。ヤマアカガエルが産んでないのがちょっとなんか気になるね。でもね、ここね、俺昔やったんだよね、なんか覚えてる。ただ黄色ヒラタガムシとザリガニしかいなかった記憶があります。なんかいいの？はい、さっきから貝ばっかじゃん。モノアラガイとかサカマキガイ。サカマキだね。サカマキガイか、なんだ。ザリいるっしょ、いない？見してん。なんかいない？わかんない。とりあえずヒメモノアラガイが入ってます。モノアラガイなんだ。うん。そして海面人コが入ってます。ゲンゴロウらしきものがいたそうですが。潜っていったんだ。いたぞ。いた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 。ほら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 。取るそれ。ちょっと取ろうか。待て待て待て、ちょっと取らそうかも。あ、いっぱいいるいっぱいいっぱいいる。いっぱいいる。一匹だけ持って帰るわじゃ。ちょっと数相当少ないな、はい、これ。入ったかこれ。入ってないやん。入ってない。3匹いるよ、3匹。ほらほら。むずい。あ、これ貴重だね。君ここの水路さ。もっと深く掘れない掘れば、うん、多分復活すると思う、こいつら。うん、分かった。最初いなくなった、うん、さっきみたいにさ、じゃあまた暇があったら掘ってみる。暇があったらここだけ何もしないで、うん、こっちのあたりをさ、このこう掘っとけばこいつら復活するよ。うん、うわ、超貴重。貴重なの？うん、超貴重。これね、地域唯一の生息地で、うん、この辺絶滅しないように。ね。ここら辺キーパーとか。キーパーとか。うわー、貴重だな。よくぞ残ってたね。いやー、よく残ってましたよ。貴重だな。地主さんと仲良くなりました。ここの地主さんじゃないけど。そうか。隣のお家の。でもここの土地、あのお兄さんのって言ってたよ。あ、そうなの。うん。よかったね。ということで、あの、ここで出会ったさっきの子がいろいろつなげてくれましたね。そして成り行きでこの水路を掘ることになりました。成り行きでとか言うんじゃないよ。このでもさ、掘ることでちょっとでも掘っとくことで来年またつながるので、うん、ちょっとでもね、せっかくやらせてくれるって言うんだったらちょっと、ね、うん、やらせてもらっちゃおうよ。これで雲が嫌いなのか気が合うね、僕と同じだ。いやでも君に出会ってよかったよ今日本当に。いろいろさ、お母さんとかさ、お父さんみんな快くしてくれてさ、今日君に出会ったおかげでこの山椒の保全がちょっとできたよね。というわけでちょっとだけ水路を掘らせていただきました。これでちょっと来年つながればいいですね。はい、というわけで、いやー、いい出会いでした今日は。ありがたいですね。こっちはガチでやってますね。そう、素晴らしい。下が粘土質だから溜まりやすい。すぐに削れないかもしれない。そっかそっかそっか。だからちょっとした雨じゃ多分崩れない。こっちもこうやって掘っとけばね、今いなくても海に来るかもしれないしね。うんうん、オッケーオッケーオッケー。ほんとさ、こういう水たまり好きだよね、山椒。ね、そうなんだよ、こんなとこだけど。いや素晴らしいよ、いいね。しかし自分のさ、土地の中に山椒がいるっていうのはさ、素晴らしいよ。そしてあの子は人材だよ、すごいね、畑仕事慣れてるし。はい、というわけでですね、素晴らしかったです。今日はもう成果大ですよ。はい、ということで、もう地主さん公認のもと調査させてもらい、さらに
掘らしてもらっちゃったから、あれはもう埋めよう、うん、もう来年に繋がったんじゃないかな。さらにそこの 子供が、あの子が多分これからも保全してくれそうな感じなので、超有能、有能だよね、有能株でした彼は。だからきっとね、あの子のおかげで守られんじゃない、これからあの場所は、うん、ギャグちゃんより行動力あったよというわけで今日は素晴らしいサブチャンネルでした。はい、では皆さん引き続きチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録って言ったのグッドボタン、グッド出してではバイバイバイバーイ。